こんにちは、タエです。今回は静岡県浜松市北区稲佐にある飯神社に行ってきました。神社本殿後方には天白岩倉遺跡として有名な史跡があり、この岩倉を求めて行ってきました。車を止めて参道には天白社と呼ばれるところがあります。天白社、初めて聞きました。で、天白信仰は信州の諏訪地方に色濃いそうで、分布としては本州の東日本に限られ、長野県、静岡県を中心に北は岩手、南は三重県、伊勢志摩地方まで分布しているそうです。こちらの飯神社はムササビが生息しているという森の中にあります。やっぱりちょっとした森林浴気分も味わえましたよ。見てください、この長寿者、何とも言えない雰囲気が漂ってますよね。龍神様はいなかったんですけれども、とっても気持ちのいい場所でした。飯神社の御祭神は玉依姫の御子と本田分けの御子と沖永たらし姫の御子とのことです。玉依姫の御子は龍神や水神の娘とも言われていますし、本田分けの御子は王神天皇と言われています。本殿の隣には小さなお社もたくさん並んでいました。またここは大河ドラマ女城主直虎のロケ地としても使われた場所だそうです。さてさて、ここからが今回のメインです。飯神社の裏の山は昔は薬師山と呼ばれていたそうで、巨石群を神様の依代として祀った岩倉信仰の場所でもあります。またここは我が国屈指の巨大古代祭祀遺跡だそうです。この祭祀場は古墳時代前期から平安時代に至る長い間、祭祀場として使われていたそうです。本殿からほんの数分でメインの場所には着くんですけども、結構大きかったり小さかったりする岩がゴロゴロある場所でした。天白岩倉遺跡は薬師山山頂にありますが、標高約41メートルなので結構すぐ着いちゃいました。小さなお社もありました。小さなお社から見て左の岩は高さ 7.4 メートル、右の岩は高さ 5.2 メートル。で、この巨石に挟まれるようにして少し後方の中央にも高さ 2.7 メートルの岩があり、配置が三角形になっています。せっかくなのでくるっと一周してみました。もう本当大好きな岩倉がこんなにも近くにあって、すっごい本人はテンションが上がってるんですよ。岩倉があるところの木って岩の間から生えてたりとか、なんかすごいんですよね、木と岩倉のコラボが。それもね、結構見ててテンション上がったし、もう木にも抱きついて結構な時間実は過ごしていましたよ。高さ 7.4 メートルと先ほど紹介した西側の岩はかつて古墳時代の祭祀場だったそうです。
この遺跡からは古墳時代の土器や勾玉などがたくさん出土されたそうです。木漏れ日もすごい綺麗だったし、もう岩にも何度も抱きついたり、おでこをつけたり、木にも抱きついたり、もう本当一人だったので幸せな時間を満喫できました。やっぱり大きな岩ってもうそれだけで圧巻だし、なんかすごいパワースポットだなと感じたので、しばらくもう佇んでいたというか、もう両手上げてもう大地からのパワーというか感じてましたね。最高でした。はい、お社からちょうど一周したところを見てもらいましたが、どうでしょうか。とっても気持ちいい場所だと思いませんか。まあ、画面越しにもね、とっても気持ちいい感じ、パワースポットな感じ伝わってくれたらなとは思います。本当に気持ちのいい場所でしたよ。はい、ということで今回は静岡県浜松市北区稲佐にある飯神社と天白岩倉遺跡を挙げさせていただきました。とっても気持ちのいい場所なので本当おすすめです。今日もここまでご視聴いただきありがとうございました。ではでは。